8月25日、松山市総合コミュニティセンターで手作りワークショップルルルンが開かれました。これは子どもたちに自分だけの作品を作る楽しさを知ってもらおうと、女子美術大学同窓会愛媛支部が毎年この時期に開いているものです。楽しさですよね。それをつけるとか、あのもうそこに置いたら自分のものになっている、私だけのものよというものの楽しさを覚えてもらったり。今回は5つの体験ブースが設けられ、子どもたちが小型の織り機を使ったコースターやベルト生地を石に巻いたペーパーウェイドなど、オリジナルの作品作りに挑戦しました。とても簡単にできてとても楽しかったです。今日は何を作ったんですか？椿を入れてみました。どんどん工夫しましたか？周りにカラフルなお花を散りばめるところを工夫しました。うまくできたと思います。楽しかった、どんなとこ楽しかった？毛糸とか巻くところ。自分で見てみてどう？出来栄えはいい感じ。自分の手で世界に一つだけの作品を制作した子どもたち、ものづくりの楽しさを知る有意義な時間となったようです。